いたぞアルスラーンどもだ。王子の首には金貨10万枚だぞ。殿下先へ行ってください。ここは引き受けます。ダリュン、ダリュンならば大丈夫です。我々は先に。分かった。殿下の護衛を最優先にし森を一気に突っ切る。はいはいよ。道中はぐれた者はそのままペシャワールへ向かえ。追手の声は聞こえない。振り切ったのか。ナルサスとファランギースははぐれてしまったようですね。進みましょう殿下。必ずペシャワールで合流できます。うむ、無事でいてくれみんな。つまらん。ファランギース殿から離れ王太子のオワルトは。ギーブ様、今は私たちだけで殿下をお守りせねばならないのです。気を抜かないでください。分かってるって。真面目だなエラムは。ギーブ様が不真面目すぎるのです。王子を捕らえろ。一旦逃げるぞ。まだ追ってくるか、しつこいやつが。だがここならさっきの場所より戦いやすい。そろそろ敵の数を減らしていこうか。ギーブ様、前方にも敵がいます。応援を呼ばれると厄介だな。逃がさず全て倒すとしよう。敵だ！敵が来たぞ！将軍は立派な王になりたいと思ってきた。だが考えれば考えるほど分からなくなる。奏でてやれ。立派な王とは何なんだろうな。敵襲だ！いたぞ。急ぎ本隊に連絡を。奏でてやれ。美しき弔いの曲を。そういえばエラムは将来何になりたいのか。ナルサス様が決めてくださいました。それまではナルサス様の下で勉学に励むのみです。そうか、ならば私も一緒に学ばなくてはな。もっといろいろなことが分かるようになるまで。殿下は大いに疲れるお方です。一緒にというわけにはいかないでしょう。ではもし私が大いについたら今まで助けてくれたお礼になりたい役職に。私はナルサス様に従ってきたまでです。殿下がお気になさることではありません。ここから先は通さんぞ。もっと兵を呼べ。王太子を捕まえるんだ。援しろ。ここまでだぞ。頼もしい限りだ。その力これからも存分に振るってほしい。見つけたぞ。アウスラーダ、報告を急げ。しまった、見つかったか。押されているぞ。どんどん味方を呼ぶんだ。俺に力を。お主がいてくれれば心強い。これからも力を貸してくれぬか。女神アシュ、俺に力を。幸運の女神アシュ、俺に力を。こっちも手が回っていたか。ギーブ様、こちらへ逃げましょう。いたぞ。ここで捕らえるんだ。なんとしつこい。俺と会ったのが運の尽きだ。俺に力を。停車始め。敵軍に大打撃を与えてやれ。これで背後は気にしなくていいか。幸運の女神アシュよ、俺に力を。あれは敵の物資か。役に立つものが入っているといいな。どうも異様な王子様だな。なぜエラムのことをあれほど気にかける。王族ってのは臣下や民がどうなろうと知ったことじゃないのかと思ったが、ま、危うくなったら化けの皮が剥がれるかもしれない。頼もしい限りだ。その力これからも存分に振るってほしい。見つけたぞ。さあ覚悟しろ。幸運の女神アシュよ、俺に力を。俺とやろうってのか。クソ、かかわなかったか。お怪我のほどは大丈夫かエラム。心配をかけてすまない。よ。俺に力を。なんで助けに行く？あんた王族だろ。見捨てるわけにもいかんな。幸運の女神アシよ。なぜ私などのために。何を言う。エラムを助けるのは当然ではないか。なるほど。おお、美しき幸運の女神アシ、あなたの真とは真のマルダーンとなりましたぞ。王子は金貨10万枚の賞金首だ。何としても取らろ。幸運の女神アシよ、俺に力を。この王子を差し出せば金貨10万枚なのか。幸運の女神アシよ、俺に力を。頼もしい限りだ。その力、これからも存分に振るってほしい。何をやっている。金貨10万枚の賞金首だぞ。ようやく指揮官らしいやつが出てきたな。やつを倒せば混乱に乗じて突破できる。幸運の女神アシよ、俺に力を。お前などに負けはせんぞ。将軍がやられた。今だ、一気に突破するぞ。先ほどの戦いでは申し訳ありませんでした。殿下をお守りせねばならない立場なのに殿下に助けられ、これでは逆です。逆も何も、友達を助けるのは当然ではないか。友達？私は解放奴隷の子です。殿下と私では身分が違いすぎます。身分などと言うなら、私は誰一人友達ができなくなる。エラム、私のことが嫌いか？そのようなことは。私はエラムと友達になりたい。もし私が嫌いでないなら友達になってくれないか。いずれにしても殿下に助けていただいたご恩はきっとお返しします。先ほど助かったのはギーブのおかげだ。礼を言う。いやいや、そこまでしていただかなくても。ああ、ところで殿下は幼い頃王宮の外で育てられたのではありませんか？なぜわかった？なんとなくです。うん、私は王都の一角で暮らす乳母夫婦の家で育てられた。他の家の子供と同じように町の家塾に通い、自由民の子や時には旅芸人の子と遊んだ。しかし乳母夫婦は古いブドウ酒の中毒で命を落としてしまった。それで私は王宮に入って暮らすようになったのだ。なるほど。だから殿下は普通の王族と違うのかもしれませんね。違う？ええ、そうだろうか。ナルサスが殿下に入れ込む理由がわかりますよ。あなたが王になった時、どのような国ができるのか楽しみですな。ありがとう、ギーブ。進もう、ペシャワールへ。